現在大学2年生です。先日彼氏と別れてしまい、まだ私は彼のことが好きです。復縁は諦めていますが、二人の思い出の写真を見返しています。良くないことでしょうかと思います。あ、いや、むしろこれ立ち直りたいんだったら、二人の思い出の写真は見返した方がいいと思います。よくあるのがですね、立ち直る前に思い出の写真とか、二人の写真を捨てちゃう人がいるんですが、捨てても絶対思い出すんですよ。当たり前なんですが。で、具体的な手掛かりがない状態で思い出される思い出って、いい思い出ばっかりなんで、かえって立ち直りが遅くなります。なので、ぜひ皆さんも出演した時には、すぐには思い出の写真とか写真とか捨てないで、ね、それを眺めて全然いいです。眺めるときは必ず美しい思い出だけではなくて、どんな苦労があったかを考えてください。例えば旅行の写真とか見たときに、あ、これ楽しい旅行だったなだけじゃなくて、あ、でもこの旅行のときね、例えばですけど、空港で4時間も待たされたんだよなとか、いや、このときにどこのレストラン行くかで喧嘩したよなとかじゃないけど、そういうことも含めて思い出してほしいんですよ。ありのままに全部ね。で、こうすると、ネガティブなこともあったなとか、別れて生成するところもあるなって思えるようになるので、これで断ち切れるので、むしろ、具体的に細かく思い返した方がいいっていうのが、心理学的な、アドバイスですね。概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。